松原市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。松原市は大阪府の南河内地,地域に位置する市、大阪府の中南部に位置し、大阪市、堺市等に隣接している。 2017年現在の大阪府の地域区分では、南河内地,地域に含まれるが、丹南、河井の二大事以外は、九中河内郡の町村である。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、3.09%減の12万750人であり、増減率は、負荷43市町村中28位、72行政区域中51位。 市面積としては、大阪府の中ではそれほど大きくなく街も中規模。幹線道路沿いの商業施設、商店等、生活に必要な施設は揃っている。また、大阪のほぼ中央にあり、大阪市と堺市に隣接しており、そのため、大阪中心部へは距離的に近いため、ベッドタウンとして発展してきた。しかし、鉄道は近畿日本鉄道が、 市内の北西部から南中部に車かけて L 字で路線を敷いているのみで沿線部以外の地域に住む場合には同じく近鉄が運営する路線バスや自動車やバイクなどの利用が必要となる。現在、市の財政はこれといった基幹産業もなく自主財源比率は大阪府下でも最低ランクである。松原市では一部の区域で 住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。定数は18人。2019年9月11日時点での開発構成は以下の通り。現在、松原市内で金網業を営む事業所は約50件で、編目が極めて細かいハイメッシュのステンレス製金網の製造者が多く平折り。 綾織等の織り金網を中心に溶接金網、コンベア金網、クリンプ金網など各種産業で利用されている。市役所のエントランスホールには、地場産業の PR を目的に、ウジェーヌドラクロアによって描かれた民衆を導く自由を金網で織り上げた大壁画が飾られている。松原の地域産業の一つに、真珠性格業がある。現在生活業者は、三宅、別所、 大堀地区に分布市の北東部に位置している。市内の性格業者は14件で、その創業年度を見ると最も古い事業所は、昭和22年で7割強の事業所が、昭和30年代にかけて創業されている日本の伝統文化とも言える、印鑑は、水牛、造牙等の材料から加工された印材に名前を彫刻することによって完成する。 印材の代表的な水牛についてみると、生産量で全国のトップが松原市であり、現在印材製造会社が13件ある。河内天み駅を交差する天み商店街全体としてこの地域の経済構造は、スーパーマーケット、食料品店、その他生活必需品関係等が中心を占める。また製造業も中小企業がいくらか発展しており、 金属機械、繊維関連業などがその中心を占める。上場企業、非常上企業、都市銀行は2006年まで、水穂銀行も出店していたため、都市銀行全業が市内に店舗を有していた時期がある。また、大阪府に本店を置く、地方銀行は2021年現在も、全業が市内に出店している。なお、証券会社は、相証券が撤退したため、 2017年現在は、友人店舗が存在しない。藤井寺市か、大阪市安倍野区、天王寺区の店舗が、最寄りの友人店舗となる。松原市内各区域の郵便番号は、580から00、XX となっている。中心となる駅、河内松原駅近畿日本鉄道松原市内の駅ではないが、大阪メトロ未動筋線北花田駅を利用する。 市民もいる。堺市の三原公共施設循環バスは市内に停留所はなかったが、堺市との境界付近の旦那を通っていた。読書の森、ありがとうございます。